もこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。そしてこちら千葉県の養老渓谷粟又の滝に現在おります。そしてですね、本日宿泊する宿がなんとこの粟又の滝のすぐ上にある滝見園さんという宿に、宿泊する予定でございます。というか、まあ、あのチェックインすでにしてきて、今滝を見に来たんですけど、この後部屋に戻って温泉に入ったり、ご飯を食べたりする予定です。では宿に一旦戻りますか。てい、これはきついよ。結構角度がきつい。さっき下ってきた時に、あの登ってくる人がね、みんなぜい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 言ってたから、いやいやいやって思ってたけど、これきついよ。そんな長くないけどきつい。そしてこの坂を登り切ったところにあるのが滝見園さんでございます。はい、こちらのお宿さんに本日宿泊します。目の前にはこんなおしゃれなカフェ、ジェラート屋さんがあるんですね。今はあの上からですね、ジェラート屋さんがあるんですけど、その横を抜けるとまた綺麗に整備されていて、上から粟又の滝を覗ける場所があるみたいですね。来てみました。完全予約制の個室がありました。そしてここから滝を見下ろせるのかな。下に行きたいんですけど、また登るのがすごくきついんで、もうこの辺でやめておきます。滝綺麗ですね。結局頑張って下まで降りてきました。これが粟又の滝の上から下、すごいですよね。この迫力、竜頭の滝みたいな感じになってます。滑ったら楽しそうです。まだ平日なので人が少なくて歩きやすいですけど、土日祝日なんかおそらく混み合うので、この道も歩きづらくなってたどり着くのも大変なのかなという印象ですね。チェックイン後、部屋まで歩いております。入り組んだ形をしておりまして、結構部屋まで遠いですね。楽しいなこれ。日進館を思い出す。日進館、あの万山温泉の部屋に着きました。ではお部屋紹介させていただきます。広いですね。今回のプラン、一番お安いプランなんですけど、全然いいですよこれ。広っ。窓から見える景色もかなりいいですね。カメラじゃ伝わらないですけど、下に川が流れております。ようやくゆっくりできますね。あのこちらの旅館さんはですね、建物の外観は年季は少し入ってる感じはありましたけれども、中はすごく綺麗です。この通り部屋も広くて、サービスもですねすごく良かったんですよね。お水も入ってたし、今のところ驚くことが多いですね。では少しゆっくりしてから、これから温泉行くかな。温泉行って夜飯という流れですかね。それでは温泉入ってきまーす。楽しみだー。
温泉入ってきました。気持ちよかった。暑いわ。あの温泉に入ると同時にですね、おじさま集団と一緒になってしまいまして、うわーと思ったんですけれども、露天風呂は幸い貸し切り状態で入ることができたので非常に満足ですね。今日が寒くてよかった。本当暑かったら露天風呂、温泉やっぱりきついですね。暑い中入るのは。これから夜になるともう少し寒くなると思うので、さらに温泉が気持ちよく入れるんじゃないかなと思いましたね。で、一つですねミスをしまして、あの養老渓谷は黒湯っていう、あの温泉が黒いことで有名らしいんですけど、てっきりね黒湯だと思って楽しみにしたんですが、ここは黒湯じゃないので、他の宿だと黒湯が養老渓谷で結構あるみたいなので、そちらは自分の確認ミスですね。まだ全然満足ですよ。いいお宿さんだし。さてこの後は少しゆっくりして寝るかな、寝るかしてご飯の時間ですね。布団が初めからこうやって置いてあると助かりますね。旅館さんで結構あるじゃないですか、ご飯を食べた後に布団を敷きに来てくれるとか、部屋食だと、で朝食の前に布団を片しに来てくれるとか、もう完全にセルフでいいのでこっちの方が助かりますね。私はPC をコチコチしていたらもう夜ご飯の時間ですね。そして本日の夜ご飯は今回頼んだプランだとお弁当が来るそうなんですよ。いろんな意味で楽しみですね。夜ご飯来ました。こちらお弁当です。すごいおしゃれ。こんなおしゃれなお弁当だと思いませんでした。すごい。では開けてみますか。おー、3段になってるんだ。一番下が、あららららら、美味しそう。普通に美味しそう。うなぎとたけのこのご飯。あららららららら、お肉と天フライだ。フライこれはいいね。あららららえ、十分すぎません？これはこれは豪勢なお弁当でございますね。このおかもち、おかもちってあれだけど欲しいですね。持って帰りたい。ではビールをいただきながらお弁当を食べます。いただきます。このジョッキ缶初めて買えたんですよ。やっと買うことができて、おーおーおー、もこもこも、おー、これ溢れない、溢れ、あー溢れそう、あーやばいやばいやばい、ちょっとジョッキ缶いいですね。初めて飲みましたけどすごく飲みやすいコップみたいだから、これはごくごくいっちゃう。美味しいです。すごく美味しい。ご飯が冷たいのは少し残念ですけど、すごく美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかった。ふい、お腹がパンパンでございますね。お弁当だったからもういつもよりだいぶ早く食べ終わりましたね。初めて旅館でお弁当とか食べたんで、人によってはこう考えるところがあるかもしれないですけど、私は全然いいですね。この後またどうしましょう。お酒軽く飲んで、いや寝ようかな。まだね6時過ぎぐらいなんですよね。全然早いという。パソコンコチコチしようかな。お腹いっぱいすぎたので屋上に来てみました。普通に屋上入れるみたいで、星空を見たりこの景色を見たりできるみたいですね。双眼鏡の貸し出しもあるみたいで、こっちライトアップしてる。ライトアップって書かれてたな、あそこ。いや、行って歩けるみたいですね。綺麗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 ですね。おー、綺麗綺麗。
寝ちまった、気持ちよかった、布団がすごく気持ちいいですよね。ね、10時ぐらいなんですけど、温泉行きたいんだけど、まだ10時だと人いるかな。もう少し考えてから夜の露天風呂行ってきます。それでは温泉行ってきます。絶対気持ちいいだろうな。温泉入ってきました。やはり夜の露天風呂はすごく気持ちいいですね。昼間は気づかなかったですけど、だいぶ油質がトロトロで肌がスベスベですね。これは寒い中温泉に入れて本当良かったな。最後に、そしてですね、一つ怖いことが起きそうになりまして、私寝ぼけながら温泉に向かったわけじゃないですか。で、何も考えず脱衣所に入ろうとしたんですけど、入ろうとした脱衣所の方から女性が出てきたんですよね。と思って、もうその瞬間にドキッとして、私ね、女性の女湯に入ろうとしちゃってて、その女性がもしのれんの先から出てこなかったら、俺間違いなく女湯入ってました。入れ替え制で何時かに入れ替わってたんですよ。昼間に入った方と逆になってて、あれは本当怖かった。もしあの女性が出てきてくれなかったら、もう通報されて犯罪者になり、この旅が潰れてましたね、まるまる。で、その後もあの男湯に入って露天風呂に入りながら、ちょっとさっきの出来事を思い出して、もう冷や汗止まんなかったですわっていうことがありましたので、皆様もちゃんと男湯女湯見ると思いますけどね。まさかこんなミスを自分がしそうになるとは思ってもなかったけど、気をつけてくださいね。いい勉強になりました。私は、では今からお酒飲みます。では本日は軽く晩酌をして寝たいと思います。先ほどのことは忘れて楽しくお酒を飲みたいと思っております。それではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝の7時でございます。なぜか眠れなくて朝まで起きちゃいましたね。多分昨日取った仮眠があまりにも熟睡すぎて目が遮っちゃいましたね。それでは、これ天気すごい悪いんですよね。雨かな。露天風呂は諦めて部屋の風呂に入って朝食を待ちますか。これは結構な量でございますね。うまそう。いただきます。味噌汁がなんとカップの味噌汁なんですよ。いつも飲んでますからありがたいですね。ごちそうさまでした。うまかった。お腹いっぱい。ではお茶を飲みながらゆっくりチェックアウトの準備をします。ではチェックアウトします。チェックアウトしました。雨が降り上がりましたね。この後少し観光するつもりでしたが、このまま家に帰りますかね。最後に温泉入れてよかったですわ。もうこれから暑くなりますんで、おそらく温泉に行くことは秋か冬になるかなと思います。今回の宿はですね、お気軽セルフステイだっけな、お弁当と、まあ、変わった形の宿泊方法でしたけれども、全然ね、私は快適でしたね。あんな感じのスタイルも全然私は良かったですね。というわけで、次回はキャンプかバーベキューか行く感じになるかな。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。